次に蓮舫さんの質疑を行います。はい、はい、蓮舫さん。民主党新緑風会の蓮舫でございます。まずは安倍総理、総理ご就任おめでとうございます。安倍内閣が発足して初めて予算委員会で質問させていただきます。ぜひ率直な議論をさせていただきたい、端的な答弁をいただければとお願いをまず申し上げておきます。昨年12月26日に安倍内閣が発足して初閣議が行われました。その中で安倍総理は民主党政権で水ぶくれした歳出について徹底した無駄の削減を行い、予算の中身を大胆に重点化すると発言。今年年頭の記者会見でも同じ発言を強調されました。教えていただきたいんですが、民主党政権のどの予算が水ぶくれなんでしょうか。はい、安倍総理大臣。それでは端的に答弁させていただきたいと思いますが、平成25年度予算については復興防災対策、そして成長による富の創出、暮らしの安心、地域活性化に重点化しておりですね、予算配分をしております。インフラ老朽化対策や全防災対策等、国民の命と暮らしを守る公共事業や、あるいはまた安全保障環境の変化に対応して国民の安心のための防衛予算を充実させたところであります。一方ですね、生活保護費や地方公務員人件費の適正化見直しや、地方から手続きの簡素化、総額の確保などの課題が指摘をされていました、地域自主戦略交付金の廃止と、地方の意見を反映した、運用改善策を講じた上で、各省庁の交付金等への移行など、既存の歳出の見直しも行っているところであります。このように、従来の施策を見直しながら、必要な答弁者、ちょっとお待ちください。はい、速記を止めてください。速記を起こしてください。安倍内閣総理大臣。はい、簡潔に、お答えをいたします。今途中で止められたんですが、最初から言いますか。それはこれは途中で答弁を止められますとね、困るんですよ。途中でですね、で答弁を聞き終わってからですね、全体の 中で、ご理解をいただきたいと思います。それでは答弁させていただきますが、このようにですね、従来の施策を見直しつつ、必要な施策には重点化を行うことによって、4年ぶりに税収が交付金を上回る状態を回復させるなど、財政健全化目標も踏まえたメリハリのある予算になっているものと思います。いわゆるばらまき 4K と、自由民主党が指摘をしておりました施策についてはですね、まず高速道路の無料化とですね、子ども手当は民主党政権下においてすでに凍結ないし見直しをしたものと承知をしております。いわば 4K のうち2つの K はですね、民主党政権自体がこれやっぱりどうかなということで見直しをされた、こういうことではないかと思います。そして農業の個別所得保障とですね、高校実質無償化については、政権発足後ですね、予算の決定までの期間が
短い、なんといってもですね、これは昨年選挙が行われたのがですね、12月の16日でございます。そしてこの厳しい不況の中において、予算を編成をしなければならないという、そういう要求の中での予算編成でございましたから、政権発足後ですね、この短い期間の中において、現場の混乱を避ける観点等から、継続をしましたが、26年度以降、制度は今後を検討していく考えでございます。はい、蓮舫君。水ぶくれ予算はどれですかと教えてくださいと言ったのにお答えはいただいておりません。で、今おっしゃっていたような子ども手当は、ばらまきだとおっしゃってましたけど、これは三党合意で、御党が主張されている所得制限を入れることで合意をしましたので、これは批判にはもう当たらない、その通りだと思います。ただ高校実質無償化、今大臣の下村さんは野党の時に激しく批判をしてた、あるいは農家個別所得保障制度、今大臣の林議員も野党の時に激しく批判をしていた、これは、無駄遣いだ、ばらまきだと言っておきながら、25年度予算案では継続をしている、批判をしていたものを継続しているということは、無駄の支出を継続しているということではないですか。安倍晋三内閣総理大臣。そこをまさに私の答弁でですね、ご説明をしていたんですよ。つまり、予算編成というのはですね、これは結構普通は時間がかかるものでありますが、昨年、なんといっても年末に選挙がございました。そして同時にですね、昨年の市地区の段階でマイナス 3.5%、いわば景気が底割れしそうな中においてですね、大胆な、これは金融緩和と同時に景気対策もやる必要があった、補正予算を組むと。そういう中においてのですね、予算編成で、ありました。そこでですね、そこで、かつですね、農業のこの所得保障制度、つまり、くるくる、変えることによってですね、混乱を与えてはいけないわけでありますから、十分な、それを変えていく上においては、周知していく必要もあるでしょうし、その影響を見ていく必要があると。我々はそれはおかしいと今でも思ってますよ。しかしそれは、各農家が、どんどんそれは猫の目のように変わるということではなくてですね、いわば中長期的な観点に立って、我々は政策を考えていかなければならないと。これは責任政党の責任感としてですね、我々は予算を編成し、今回はそういうことにおいてですね、前政権のものでありますが、それはそのままにしているということでありまして、そして先ほど申し上げましたように、26年度からは検討していくということでございます。はい、蓮舫さん。はい、いみじくも今、総理がおっしゃったように、今でもおかしいと思っているものを予算に計上するのは、私は矛盾すると思います。大きな政策をばっさり切るのは、政権交代を成し得ないとなかなかできないんです。だからぜひ私は批判をされたのであれば思いっきり無駄だとして、これ私が削減をするべきだと思っているんですね。で、今先ほどメリハリのついた予算編成とおっしゃいましたが、よく中身を見るとですね、削減よりも増えているものが目立つ。これ復興予算は予算を新たに上積みしています。防衛費予算も増えています。で、農家個別所得交渉は削減をした、なくしたと言いますが、さらに上積みをして全国に公共事業でばらまきました。あるいは地方公務員の人件費を安くしたといっても、それは交付税は低くしましたけれども、地方自治体が給与を削減した場合には、その見合いの同額を公共事業の事業主として交付をしていますから、知財計画の歳出総額としては実は減っていません。増えているものばかりが目立つんですが、無駄予算を削減した。どれを削減したんでしょうか。これ逆に麻生財務大臣教えてください。はい、麻生太郎財務大臣。委員長、今事情をまず最初にも同じように安倍総理と同じように申し上げないといかんと思うんですが、12月の28日から予算を編成してやって、通常ですと12月もう二十何日はもう予算案件が出来上がっている頃なんですよ。その日からスタートしたんだから、こっちの予算は。だからしたがってなかなか全部細目にわたって詰めることはできる、できない。物理的にわかるでしょう、そこのところは。したがって我々としては、できるものとできないものとがいくつかありましたと。やりたくてもこれやると手間がかかって、とても提出まで間に合わないからと。
したがって、そういった意味では、私どもとしては、今言われたように、個別保障にしても何にしても同じようなことを申し上げたるを得ないと思っております。私ども、いろいろなもので、いろいろな、すいません。いろんなものに、私どもとして無駄なものというようなことに使われておりましたけど、例えば復興予算関係なんかのものでも、いろいろな話による、話がありましたけれども、少なくとも、鯨類の捕獲調査安定化推進対策っていうようなものは、これはちょっと失礼ですけど、あんま関係ないんじゃないと思ってます。まあ皆さんそう思っておられたんだと思いますけど、あら、ついてましたから。また、復興予算に、交付金についても、現地の実用に即した柔軟なものが必要だというようなことを、まあ、いろいろご意見が私どもも、野党の時に聞いておりましたんで、ぜひ、新仕分け等々において、こういったものはきちんとさせていただいたつもりでおります。はい、蓮舫さん。予算編成に時間がなかったことは私も百も承知しています。そうすると準備できなかったから、無駄を徹底して削減すると総理が力強く言っているのに、実は切りやすいところを切ることになるんですね。で、24年度予算案と24年度予算と25年度予算案を比べると、ばっさり一番大きく切られているのは9100億円、約1兆円。これは経済危機対応、地域活性化予備費。これは、麻生総理大臣の時に麻生さんが作られた政策です。それを財務大臣になってバッサリと切って、総理は徹底した無駄を削減したとおっしゃる。それはあまり気持ちいいものではないんじゃないですか。麻生太郎財務大臣。経済があまりお分かりになってない新聞記者も同じようなことを言っておられたんですが、よくお分かりになった上で聞いておられるんだと思いますが、あの時はリーマンブラザーズのショックの直後だったんですよ。だから、ああいうものをつけたん。つけたの、私の時に私が発案して、いや、つけたの。しかし、今はリーマンブラザーズの時とは全然状況が違いますから、不必要。それだけのことです。はい、蓮舫さん。よくわかりました。資料2ページをご覧いただきたいと思います。我々の政権の時、過去3年間続いた公債金が税収を上回ることを異常な姿という説明をしている。その上で安倍政権では、税収が公債を上回る状態を回復と自賛をしている。確かに収入より借金が多いのは、これ不健全な姿です。ただ本当に25年度予算案は健全な姿になったのか。想定金利2を 1.8% に引き下げて3000を圧縮しています。ただ想定金利というのはこれ自民党時代に作られた2の数字で民主党でいじったものではありませんから、それを 1.8 に引き下げる。ただ他方で安倍総理は経済再生デフレ脱却、リフレ政策で 2% の金利上昇、そうなると逆に、ここの金利は引き下げるんではなくて、上げなきゃいけないんじゃないですか。はい、麻生太郎財務大臣。預金金利を 1.8% になぜしたかという理由のご質問でしょうか。予算金利につきましては、これは予算を編成するときにおいての金利の水準とか、また国債の利払いの不足というものは来たすことがないように常に十分な予算処置をするという必要が、これは昔からそういうことになっておりますので、私どもはそこを勘案して、足元の金利の10年債は今ちょっと 0.5 までになっておりますが、当時は 1% でしたので、1% をまず置いて、それから平成10年度以降、予算編成直前の金利までに対した間、大体平均金利が最大で 0.8% 上昇したというのはこの10年間の例なもんですから、先ほど申し上げた 1% プラス 0.8、トータル 1.8 にしたということで、平均金利が今、国債の金利は当時 1%、そしてブレが 0.8 あるというのは10年間の例で、従いまして、1.8、トータルで、余裕を見て1.8にさせていただいたというのが背景です。はい、蓮舫さん。他にも国債の発行を圧縮したと自賛しているのは、国債整理基金に積んでいた、まあ、10兆のうちの7兆、これを取り崩した。これはストックですか、1回しか使いません。これによって仮開催の発行を抑えることによって国債発行を少なく見せかけると同時に、利払いの部分もこれ、利債が発してましたから、圧縮することができると。ただこれ、テクニカルなところ、やり方では分かるんですけれども、実際の新規国債を発行を止めるという努力とは、これ別次元だと思うんですね。そういう意味では、公債金を抑えた。本当の部分の抜本的改革では私はないと思っているんです。無理、逆に来年以降の予算編成を懸念するぐらいなんですね。それと、
安倍総理自らが15ヶ月予算というところを主張している。15ヶ月予算で見ていくと国債発行は実は48兆になっています。我々は44兆で、それ以上絶対次の世代には借金は合わせないんだというところで、行政改革、行財政改革に取り組んでまいりました。だからその部分を安倍内閣は15ヶ月予算を組むことで、あっという間に4兆上振れ、発行を増やしてしまったということは、私はこれ非常に残念だと思っていて、その部分では自ら税収が、税収より公債金が上回る異常な姿というのが、実は安倍内閣の25年度予算案の姿ではないかと思いますが、安倍総理、いかがですか。麻生太郎財務大臣。まず最初に48兆になったというお話は、15ヶ月ですから、12ヶ月と違って3ヶ月多いんですから、そこのところは基本的に、15ヶ月予算といっても物理的に3ヶ月違いますので、その分に差額があるのは当然。まずこれが第一点です。二つ目には、今の時代私どもは補正予算に関しましては、何といってもその前の3年間の間のデフレがひどくなりすぎて、不況はさらにひどいことになってマイナス 3.5%、ただ市区だったと思いますが、市区の数字が出たのが確か3.5%で出たと思いますので、これは25年度はえらい底割れになるという予測をいたしましたので、その分を考えて補正予算をかなり大きなものに組んでおかないと、1346はえらいことになるという予測がありましたので、その分はかなり多めに積んだというののトータルが、先ほどご指摘になったような数字になっていったと存じます。はい、蓮舫さん。いずれにせよ、野党の時あるいは総選挙の時に安倍総理が声高に主張していたばらまきですとか、民主党政権の水ぶくれした政策というのは、時間がない、予算編成の時間が足りなかったということで、残念ながら継続し続けるしかなかったという答弁、無駄は切れていないということを改めて確認をさせていただきましたが、ここから先は安倍総理の考えを伺わせていただきたいと思います。私、どうしても選挙になると政策の批判、非難の応酬になる。これは残念ながら国益にはつながらない。で、日本の財政の姿というのは非常に硬直化しています。一般会計の支出を見てみると、3割が社会保障、2割が地方交付税、2割が借金を返す。実に7割がこの3つの、予算だけで占められていて、残り3割に公共事業、治安、国防、景気、教育、あるいは科学技術、本当にその裁量の少ないところで知恵を絞って財政規律を守りながら予算編成をしていかなければいけない、それぐらいの危険な財政の姿の日本の中で、政策を非難するのではなくて、どういう知恵を出せるのかを、これは議論をしていかないと思っています。安倍総理が今やろうとしておられる経済対策、私、心から成功してもらいたいと思います。景気が良くなる、経済が良くなる、税収が上がる、それはぜひやってもらいたい。ただ他方で金融緩和、財政出動する。じゃあ何が必要か。財政規律を守るという努力を徹底してしないと、あっという間に日本への信頼が失速する危険性をはらんでいます。身を切る改革とか、あるいは、財政出動の中身であるとか、歳出予算の中身というのを、これを洗っていく、アクセルとブレーキを一緒にやらなければいけないとは思っておりますが、そこは同じ考えを共有していただけますでしょうか。安倍晋三内閣総理大臣。基本的にですね、我々もまさに一番最初、この質問の冒頭でお答えをいたしましたように、強い経済を作っていくということと同時にですね、この財政の健全化を目指していく、この目標を達成をしていく、しかし同時にですね、その目標達成のためにも、デフレ経済から脱却をしなければならないと、こういうことでございます。蓮舫さん。その上でもう一つ共有をしていただきたいのは、どうしても政権交代すると全政権の政策を引き継ぐというのに抵抗があって、政策をどうしようかというような混乱が生じてはいけない。先ほど農業政策でコロコロ変わってはいけないというのはまさにその通りだと思うんです。だからこそ、無駄の定義というのを共有させてください。全政権がやったから無駄だというのは私たちも反省をしなければいけない。私たちが今共有をしたい無駄というのは、納めていただいた税金が適切に使われていないと、国民が判断するものは無駄だというところで、ここから先議論させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。安倍晋三内閣総理大臣。無駄ということについてはですね、まさに、効果が上がらない、あるいは、不適切な支出ということではないかと思います。はい、蓮舫さん。その上で、これからの指摘は、
国民に理解されるかどうかという観点でお聞きをいただきたいと思います。復興予算です。昨年の秋、国会でも、これ衆議院参議院でも、あるいは報道機関でも、復興予算の流用、復興予算の無駄、批判、非難、提言、いろいろな指摘がありました。で、私も与党議員ではありますけれども、決算委員会で参議院の場所で、増税を納めた国民が納得できない復興予算の使われ方は是正すべきだということを、当時の野田内閣に強く求めました。資料3ページをご覧いただきたいんですが、野田総理はそうした批判を受けて、指摘を受けて、駆け込み執行を行わないように全閣僚に指示をしました。そして、すでに執行している事業を洗って、理解されない事業を執行停止をしました。で、それは総選挙の2週間前に行われた11月27日の復興推進会議です。資料さんに考えを示しています。今後の復興関連予算に関する基本的な考え方。この考えは、つまり会議決定の中身は、安倍内閣として引き継いでいると理解してよろしいでしょうか。はい、根本復興大臣。引き継いでいるものは引き継いでおります。例えば具体的に言いますと、今、委員おっしゃったように、国会等で厳しく指摘を受けました。そしてさらに、1月に総理から指示を受けましたので、被災地域の復旧復興に直接資する施策のみ、これを復興特会に計上することとしております。そしてまた、復興予算、これは効率的かつ無駄なく活用しなければなりません。地域によっては、被災地の復旧復興、それぞれ状況が異なりますから、被災地の復興の段階に応じた予算を確保する。これが私は重要だと思っております。そして復興予算を厳しく見直しましたから、国会で指摘されたその部分は今回対象にしておりません。蓮舫さん。もっとはっきり答えていただきたいんですが、引き継いでいるものは引き継いでいる、引き継いでないものもあるんですか。根本復興大臣。例えばここの資料にありますよね、全国向け予算、下記以外は全廃、これはこの通りにしております。そして平成25年度復興関連予算、これについてはですね、被災地向け予算はすべて復興庁に一括計上する。引き継いでない、ここに指摘されたものはそのまま引き継いでおります。蓮舫さん。つまり11月27日の野田内閣による会議決定は効力を持っているという理解でよろしいんでしょうね。で、今おっしゃったこと、全く正しいと思います。つまり復興増税で賄う事業は被災地向け予算、全国向け事業は津波対策、あるいは子どもの安心のための学校の耐震化、あるいは継続の契約の残数が残っているものの支出に充てる。で、これは一般会計から出していく。そして国会等で指摘された無駄な事業は、これは見直しを行った。これは野田内閣を引き継いでおられる。で、その上で1月29日に安倍内閣において復興推進会議が開かれました。で、ここの会議決定では、不適切使用等の批判を招くことがないよう、使途の厳格化を行うと、新たな決定を行いました。使途の厳格化、どういう作業を行いましたか。はい、根本復興大臣。ただいま申し上げたとおり、野田内閣でもそういう指摘がありましたね。で、そういう方針を立てました。それを踏まえて、さらに我々、使途の厳格化を行って、被災地の復旧復興に直接資するものを基本とする。だからここのところはね、考え方は同じですよ。要は予算ですから、使途はきちんと厳格化しなければいけない。基本方針、考え方がある。それを踏まえて、使途は厳しく厳格化したと、こういうことであります。はい、蓮舫さん。これ、どの内閣でもそうだと思いますけれども、見直しをしたとしても、残念ながら取りこぼされるときもあるんですね。全部見切れていない、精査しきれていない、紛れ込んでしまうときというのはある。民主党政権ではそれがあった。で、自民党政権になったから、全くそれがゼロになるということも、私はないと思って、取りこぼしがあるときもあると思う。その場合には、不適切と批判を受けるような復興事業は、執行停止という判断はされていきますか。はい、根本復興大臣。制度として今回、新たに制度としてですよ、取り組んだのは、
平成25年度の復興関連予算、これについては被災地向け予算はすべて復興庁に一括計上したんですね。そして復興庁において被災地の要望を一元的に受理して、これを踏まえて必要な予算を一括して要求し確保している。この過程の中で我々この一括計上する中で事業内容について厳しく精査を行っております。蓮舫さん、実は私は去年からずっとこの復興予算は追い続けてきました。民主党政権でなんでこんな間違って予算編成しちゃったんだろうか。本当に必要な事業の中にご理解をいただけない、増税をした方にご理解をいただけないような流用と言われてしまうような事業が盛り込まれたことを我々は反省をして、もうこういう執行がされていないという視点で私はずっと追いかけてきました。実はそうした中で今なお理解が得られないような被災地以外で、被災地とは関連の薄い事業が行われている可能性が高いということが分かりました。フリップをご覧いただきたいと思うんですが、野田内閣は見直しをしようとした途中でした。で、その時に政権交代が解散総選挙を経て行われた。野田内閣の時には平成23年度第3次補正、平成24年度当初予算で合わせて13兆の復興増税を財源にした復興予算を、事業として執行いたしました。で、今根本大臣がおっしゃったように、被災地向け事業、全国防災事業、これは整理をして全国向け事業はこれを見直しをした。これはもうその通りだと思います。ただ問題はですね、基金としてここからこぼれてしまう事業が2兆ぐらい支出をされています。39の基金があり、年度を超えた今なお執行をされ続けている。根本大臣、確認したいんですが、基金事業も厳格化の対象とされましたか。復興大臣。先ほど申し上げましたが、今回の予算にあたって被災地向け予算、これはつまり被災地向け予算はね、すべて復興庁に一括計上する。そしてこれは一元的に受理、被災地の要望を一元的に受理して必要な予算を一括して要求し確保しておりますから、ここの段階で我々きちんと厳格化している。それから執行段階でも復興庁が事業過少などの事業の実質的内容を決定して府省は予算の配分を行ってますから、ここでもきちんとチェックしている。基金の場合は1回ですよ。基金の場合は各省庁それぞれありますから、それは確認していただきたいと思いますが、基金事業の場合は基金で1回積みます。そこはそれぞれの各省庁でフォローするということだと思います。はい、蓮舫さん。根本大臣、確認させてください。先ほど来ご答弁されているのは25年度予算案については厳格化をした。じゃあ野田内閣で作った23年度3次24年度で積まれた基金は各省庁において使途は厳格されたことを確認をされていますか。はい、根本復興大臣。ちょっと丁寧に申し上げますが、基金は復興関係の基金を、復興関係の基金に予算を配分するにあたっては、関係府省においてそれぞれの基金の使途や執行見込みを確認した上で支出が行われており、その執行についても基金が設置された段階で適切に行われるべきものと考えております。要は基金で1回積んだらそこはその段階できちんとフォローしてもらうと、こういうことです。蓮舫さん。いや、違います。基金は積んだ段階で確かに国からは補助金として執行するので 100% の執行率になるんですが、基金の良さというのは年度を超えて支出をすることができますから、そこで全部フォローは終わったわけじゃないんです。そこから先に使われているかどうかというのを見直しをしていく、その使途の厳格化は行いましたかという確認をさせていただいています。根本復興大臣。その点についてはですね、この基金の話は先ほど私が答弁したとおりの考え方でやっております。そして今年度からは基金の執行状況について、執行状況についてですよ、各府省が基金シートを作成し公表を行うこととされております。これは新たな取り組みで公表を行うこととされている。
復興関係の基金の執行状況についても、このような取り組みを通じて、結果的にきちんとフォローされるということになると私は考えています。はい、蓮舫さん。単年度計上の予算で復興財源は被災地に限定、全国向けは学校耐震化、津波対策、契約済みの残りのお金を払う、復興財源は使わない、無駄事業は計上せず、そこまで私はもう評価をしているんです、大変なご努力をされていただいたと思っています。ただ、基金の中では、被災地への必要な事業もあるんですけれども、増税が理解されるのかどうなのか、真ん中を送ってもらいたいんです。今なお、この事業が行われていることが、国民に納得いただけるのかどうなのかという事業が、実は盛り込まれていました。で、次に写真のパネルを見せていただきたいんですが、これは山口県にあるパチンコ店、家電量販店、お土産屋、安売りスーパーの写真です。被災もしていない地域です。津波とも関係ありません。学校の耐震化でもありません。ここに建築物節電改修支援事業費補助金が今なお配られています。資料7ページに、詳細を挟みました。節電効果のある空調、断熱、照明、給湯設備を導入した建物に補助をする。150億の復興増税財源のお金がたまったまま今執行されています。使えるのは被災地ではなくて全国です。総務大臣の地元を調べると酒屋書店にも配られています。行政改革担当大臣の地元では農協のスーパー、写真館にも補助が出ています。資料6を見ていただきたい。再生可能エネルギー、家電設備等導入支援復興対策事業費補助金、326億の予算が投入されました。太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギー設備の補助です。この対象は、被災地を対象とすると言ってるんですが、実は、岩手、宮城、福島、等という漢字が入って、等を相当広く読んでいます。茂木大臣の地元、栃木、家電量販店、基礎自治体が存分にこの制度を活用して補助を受けています。茂木大臣、栃木県の家電量販店自治体への補助が、それが無駄だと私は言いません。ただ財源が、これは復興増税ということを考えたら、今なお被災3県等では、この補助を受けようにも本体の建物、本体の工場、本体の会社、まだ修復していない、かさ上げもしていない、移転もしていないところがあるのに、なぜ栃木県に優先されるのかという思いは、私は否めないと思いますが、これは復興増税財源の使い方として、今なお執行されている使い方が理解されるとお考えでしょうか。茂木経産大臣。資料を使ってですね、ご説明いただきましたが、まず基本のところで、このですね、平成23年度、そして24年度の当初予算、これは民主党政権時代にお作りになったんですね。そしてそこの中で、こういった全国を対象にした事業をおやりになったと。ただ執行が遅れたということで基金化されたんじゃないですか、皆さんが。我々が基金化したわけじゃないんです、これは。皆さんの時代に基金化をされたんですね。そして、おそらくそういった事業を始められたと。これは 3.11 以降、日本がですね、新たなエネルギー制約に直面をする中で、例えば、住宅であったりとか建造物、これの省エネを進めると、まあ、いうことでやった事業、さらには再生可能エネルギーを拡大すると、まあ、こういった趣旨でやった事業、本当は信用を食ってない部分があるんです、実際。実際建築物で言いますと、これからですね、窓、それから、外壁、こういったものの耐震化を進めるということで、省エネ法の改正を出してます。ただ、執行が遅れてきたのは事実なんですよ。今年中にきちんと執行をやらさせていただきたいと思っています。申し上げたいのは、皆さんが作った事業、そして皆さんが執行を遅らして、基金化した事業だと。この基本のところをぜひお忘れないようにお願いいたします。蓮舫さん。何度も言います。私たちが間違った予算を組んだこと、私は猛省をしなきゃいけないと思ってるんです。だけれども、実際に今なお、
まだそれで動いている事業があるから、これは執行停止をしていただきたいということを私は先ほどから再三言わせていただいているんですね。つまり前政権が作ったから仕方がないと切り捨てたら行革って進まないんですよ。私たち民主党政権の時に前の政権の例えばいろいろな無駄とか非効率と言われるものを洗った時に相当批判をされました。なぜならば政官業の癒着は年数を経てば経つほど相当苦しくなる。そこには関係団体、関係議員、いろんなしがらみを持った人たちがいるから、一つの事業を洗おうと思ったら相当抵抗勢力が高い。でもそれでも間違った予算は正していくのは時の行政改革の私は役割だと思ってるんです。ですから茂木先生、大臣お願いですから、民主党政権で作ったって言って終わらないでいただいて、今なおそこで動いてる無駄があるんであれば、ぜひそれは正していただきたいというのが私の趣旨なんです。いや、いいです。それで次に、いいです。次に、資料8を続けてご覧いただきたい。それじゃあ、資料8を続けてください。はい、資料8を続けていただきたいんですが。私が答弁を指名しますから、その時お答えください。どうぞ。農水省の森林整備加速化、林業再生事業、復興増税で1399億円の予算です。で、これ、被災住宅の復興のため、大量の木材が必要として基金を設置した。でも実際は、全国の森林で路網整備、間伐、境界線の確定、木質バイオマスの設備、施設設備、あるいは機械導入補助に使われている。森大臣、去年の参議院決算委員会で、ご自身がされた質問を覚えておられるでしょうか。それじゃあ、一言、茂木大臣、さっきのを締めくくってください。簡潔にお願いします。次に森大臣。必要なものは見直しをいたしますが、ぜひご理解いただきたいのは、すでに民主党政権でですね、採択をしてしまって、高年度負担が出ていてですね、もう事業がスタートしていると、ただまだ計上されてない分あるんです。そのことはちゃんと数字で掴んでますんで、そこはぜひご理解ください。はい、それじゃあ森大臣、お答えください。昨年の参議院の決算委員会では何度も質問をしておりますが、この農業の森林の件でということでしょうか、ちょっとご質問が分かりかねますが、はい、はい、蓮舫さん。決算委員会で、この復興予算の流用について質問したのは1回しかありません、森大臣。はい、森国務大臣。ご質問は昨年の参議院の決算委員会での質問を覚えてらっしゃるでしょうかという質問でしたので、復興予算の流用でございましたら、覚えております。はい、蓮舫さん。どんな内容でしょうか。はい、森国務大臣。はい、お答えいたします。13億円が被災地以外に森林整備です。間伐などに使われているということです。福島県は県土の7割以上が森林でございます。ということで、質問をさせていただきました。はい、蓮舫さん。ありがとうございます。すごくいい指摘だったんです。とてもいい質問でした。その視点で被災地の予算に使ってくれと言ったんですよ。改めて議事録を起こしました。復興予算の流用を厳しく非難した上で、中でも森林整備が被災地外で干ばつなどに使われていると立腹され、福島の除染が一向に進まない中、なんで四国の干ばつに使うのか、復興予算はまず被災地からやってください。強く指摘されました。この考えは変わっていませんか。森国務大臣。復興予算はまず、被災地から使っていただきたいという考えに変わりはありません。はい、蓮舫さん。ところが一つ戻っていただいた、この基金で行われている森林整備の事業なんですが、これは今なお、路網整備や、あるいは間伐は全国で行われています。全国で予算が執行されています。被災地が入っているか、支出の上位を調べました。支出上位は北海道、大分、秋田、宮崎、福島は入っていません。このお金の使われ方、理解されますか。森国務大臣。
民主党政権下で作られたこの予算が基金化され、そして執行された結果、そのような予算の使われ方になっているということ、私は大変残念に思います。安倍政権になり、混乱を回避するために激変緩和を考慮しながら、復興地に、被災地に予算が優先して使われるように、さまざまな取り組みをしております。はい、蓮舫さん。森大臣、一回執行してしまったら、それが全部終わりではないんです。基金というのは執行停止ができます。その上で、両者が合意をしたら、国庫納付をさせられることができるんです。なぜそれをやらせようとしないんですか。森国務大臣。蓮舫さんも大臣であられた野田内閣において作られた予算ではありますけれども、その執行によって被災地以外のところに大量に復興予算が使われたことによって、私ども福島県をはじめ被災地の人間はその財源が使われたということだけではなくて、非常に心を傷つけられました。私どもはそれをすぐ、今担当大臣ではございませんけれども、すぐ執行を停止するということによる影響も考慮しながら、安倍内閣において補正予算、そして当予算予算によって福島をはじめとした被災地に予算を執行できるように努めております。はい、蓮舫さん。パチンコ屋さんへの節電施設の整備が執行を停止することによってどんな影響が出るんですか。被災地の除染整備のお金が足りないと言われている中、今なお潤沢に使われている執行の残金があるのであれば、それを執行停止と根本大臣に言うのが森大臣の同じ閣内での仕事じゃないでしょうか。はい、森国務大臣。蓮舫大臣の今、心理整備の質問をされていたと思いますけれども、突然パチンコのことについての質問になりましたけれども、それは所管の大臣がですね、適切に判断をしていくものだと思っております。被災地のために安倍内閣というのは仕事をしております。100の言葉よりも一つの結果を出そうということで、全政権の負の遺産を背負いながら、精一杯やっております。はい、蓮舫さん。分かりません。前政権の負の遺産があるということを今、私は猛省を込めて指摘をしているから、それを復興担当大臣にちゃんと相談をして、執行停止という措置が取れるから、取っていただきたいというのを、答弁でなかなかお答えをいただけない。小野寺大臣も、これは野党の時に本当に被災地の立場から、実に真面目な、前向きな提言も含めたご質問されていました。被災地では火災が進んでいない。あるいは住宅再建も進んでいない、現実的に使える予算になっていない、組み替えてほしいということをずっと言って、何よりも復興予算は被災地を優先してくれと言っておられました。今、一連の話を聞いていて、実際に使われていない、たまっている未執行額があります。これはやはり一度、国に戻させて、被災地から優先的に使っていくんだというふうにお考えでしょうか。はい、小野寺国務大臣。蓮舫委員には被災地に何度も入っていただきまして、大変ご支援いただきました、ありがとうございます。今回の、被災地、私は宮城の出身でありますので、野党時代に、なぜ復興予算が、例えば、弾薬を購入するとか、そういうことに使われたのかということに大変疑問を持っておりました。ですから、この防衛大臣になってすぐに、実は予算の中を精査をさせていただきました。そしてこれからは、これはもう前政権の中で決めていただきました、全国防災ではなくて、直接被災地に使う予算にしてほしいということで、実は私、いくつか予算を下ろし、しっかりとした精査をさせていただいた、そのような思いでございます。今、防衛省を所掌しておりますので、防衛予算につきまして、この被災地に使えるような、そういうことをこれからも真摯に取り組んでいきたい、そのように思っております。
はい、蓮舫さん。ありがとうございました。真摯に取り組んでいただきたいと思います。実は今どれだけのお金が使われてどれだけのお金が残っているのかを調べました。ご覧いただきたいと思います。一番最初に指摘をした、山口県の事例の基金なんですが、これは執行率は 72% でまだ42億円使われていません。残っています。次の再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援復興対策事業費、これは執行率が3割を切っています。234億円残っています。先ほど森大臣がまっとうに答えていただけませんでしたが、森林整備加速化林業再生事業、これは執行率は2割です。1000億まだ余ってる。39の基金を全部足し合わせました。1兆使われていません。それが基金管理法人で停留をしています。でこれ資料を各府省に提出をしていただいたんですけれども、去年の9月時点とか12月時点とか今年の2月とか係数を整理した、今どこまで執行しているのかを調した時期がバラバラのものですから、本当に1兆円あるのか、もっと使われてしまっているのか、あるいは、どれぐらいなのかはこれ調べていただかないと分からないんですが、少なくとも使途が全国となっている基金、根本大臣がさっきおっしゃったように25年度予算では使途全国はこれは見直しをしましたと言っている部分、実は基金ではまだ執行されている。ここは25年度予算と整合性を合わせてもし見直しが行われるんであれば、少なくとも各府省が出していただいて執行停止にできるとすれば2400億円がまだ使われていません。これ復興団地財源は復興増税です。これを今なお被災地外で全国で4月以降も、基金管理法人が募集をかけています。やはりこれ精査をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、根本担当大臣。今の数字が正確かどうか私も分かりません。基金というのはですね、例えばですよ、私も今大震災からの復興を担当しています。被災地では要は被災地によって状況が違うんですよ。整備のスピードが違う。例えば津波被災地住宅再建まちづくり事業っていうのをやっている。今基盤整備をやっている段階ですから、将来今度住宅再建でなるんですが、基金というのはそういう段階段階に予算が生じてくるから、そこで基金を積んでるんですね。基金というのはそういう性格のものですよ。被災地の整備段階に柔軟に行う。そして基金については関係府省においてそれぞれの基金の使途や執行見込みを確認した上で支出が行われているものであって、基金が設置された段階によっておいて適切に行われるべきもの、これが基本。そして先ほども言いましたけど、今年度から基金の執行状況について各府省が基金シートを作成し公表を行うということをされておりますので、復興関係の基金の執行状況についてもこのような取り組みを通じて明らかになると思いますし、基金の使い道については私は丁寧に説明する必要があると思います。はい、蓮舫さん。復興大臣、基金シートを作るというのはこの夏以降ですから、実はこの夏以降だと時差が生じて今なおこれだけ残っているお金が使われちゃう可能性があるんです。無駄だと指摘されて25年度で見直したところと整合性が合わないで全国で今なお使われてしまう可能性があるから、そこを考えてくださいと私は先ほど来言っているんです。安倍総理、水ぶくれした予算を徹底的に洗っていただけないでしょうか。今そこにある無駄があるのであれば、それは止めていただいて戻していただいて被災地に使っていただきたいというのが私の要請です。はい、安倍内閣総理大臣。すでに茂木大臣が答弁をさせていただきますが、まさにですね、まさに皆さんの時にこれは作られた仕組みでありまして、これは首をかしげておられますけど、皆さんが作ったんですよね。反省してるんですから。皆さんの時にこの基金は作ったわけですよね。この予算自体を、こういう仕組みを作ったのは皆さんですよね。反省してないんですか。それは反省してますよね。それは反省しておられるわけですね。反省している上においておっしゃってるんだろうと、こう思います。ですから、我々の政権としてはですね、まさにその皆さんが作った負の遺産を背負っているんですよ。その中において、しっかりとですね、我々、基金についてはですね、各所管大臣の責任の下で、
適切に執行されるものと承知をしておりますが、基金のですね、執行状況等を継続的に調査、公表することはですね、効率的に資金を活用する観点から今、重要な取り組みと考えているわけでございます。こうした考えからですね、4月4日の第2回の行政改革推進本部において、復興事業を含めて、先ほど答弁させていただいたように、基金シートの作成について決定をしたわけでございまして、財務省とですね、しっかりとこれは、財務省にやっていただけるわけでありますけれども、行政改革推進会議とですね、財務省と協力をしていただいてですね、基金事業の適切な執行を求めていきたいと、こう思っております。先ほどですね、その山口県とか、我々の出身の県を例として挙げられました。これ全然関係ない話ですからね。まるで我々がそこに、そういう事業を持っていたかのようなイメージ操作をあなたは必要としているんでしょうけれども、まず第一に皆さんがやったということは、きっちりと反省していただいて、その上においてですね、我々はもう一度しっかりとですね、予算の執行については、厳正に対処していくということは、はっきりと申し上げておきたいと思います。はい、連合さん。何度も言ってますけど、反省しているのは前提です。それと、イメージ操作をしようとか、そんなことは全く考えていません。一国の総理大臣が、そういうフリップ一枚で反応していただきたくないというのが私の思いです。全国で使われている事例があるということを、一つの事例で出させていただいたものなんです。で、次のフリップをご覧いただきたいんですが、これは、復興担当大臣のご指示で文言が変わったのかをぜひ教えていただきたいんですが、野田前総理は、執行停止事業以外でも復興施策性に疑義が生じる場合は、復興大臣、財務大臣と協議、その事業対象として、平成23年度第3次補正予算、および平成24年度予算において措置した復興関連予算にかかる事業と書いていました。これは基金事業のことを意味しています。つまり執行停止をしたけれども、すでに執行してしまった基金の事業で、無駄だと指摘される事業が出た場合には、それは財務大臣、復興大臣と各担当大臣は協議をして、止めていくことができるように、復興推進会議で決定をしているんです。ところがその後に政権交代があって、2ヶ月後に開かれた復興推進会議では、その年度がすっぽりと落とされています。過去は振り返らないで、毎年度の予算編成においてと書き換えられている。なぜ基金事業も精査の対象にしていたものを、政権交代をしたら、そこの文字年度をバッサリ落として、来年度の予算編成からという方向に変えたんでしょうか。どういう指示でこの文言を作ったんでしょうか。はい、根本復興大臣。これを単純に比較してですね、そういう質問をされていただいておりますが、私は野田内閣の時のこの表現、これはそういう必要性があったんで、その時点での必要性でここに書かれたんじゃないでしょうか。その時点ですよ。その時点の状況で、これ文章を書いたんだと思うんですよ。それで我々の時代になって、当然、復興予算については不適切使用等の批判を招くことがないよう、人の厳格化を行うと、こういう新たな方針でやってますから、私はですね、これを単純に比較して変わったということではなくて、こういう表現になった背景が野田内閣の時にあったんで、で、この当該事業の執行に際して、あらかじめ協議と、こういう文言になったんだと思いますよ。はい、蓮舫さん。つまりじゃあ、野田内閣のこの23年度3次補正、24年度も生きてるということですか。はい、根本復興大臣。さあ、それはね、私が責任を持っているのは、ここの1月29日の表現ですよ。この11月27日の野田内閣のところで、その時点で、別紙以外の事業であっても、諸情勢の変化に応じ、復興政策、施策性に疑義が生じる恐れが判明した場合には、とこう書いてあるんですね。我々の場合は、きちんと被災地の復旧、復興のための施策、事業の規模と財源の枠組みについて必要に応じ見直しを行う。そしてこの上で、なお復興関連予算については、不適切使用等の批判を招くことがないよう、人の厳格化を行う。これが我々の方針。はい、蓮舫さん。
だから不適切使用が今行われている部分の基金も対象にして使途の厳格化をしてくださいと私は言ってるんです。安倍総理大臣が第3次小泉内閣の時の、官房長官だった時、その時の行政改革を行って今後の行政改革の方針の中で実は初めてこの基金というのは地方公共団体は条例があるんですけれども国は法律がないんです。基金を縛る法律が補助金適正化法でしか縛れない。だから補助金として交付した時の交付要領の中で不適切な使い方とか使用の中に問題があった場合にはどういうふうにして返還させられるかというのを約束としてやるしかないんですね。でもこれは安倍官房長官の時代に実は使用見込みの低い基金に関する基準を作られました。これ覚えておられますか。はい、安倍総理大臣。ですから、私はその明確に覚えておりませんが、先ほど申し上げました答弁したようにですね、これについては繰り返して申し上げないんですが、皆さんの時に作った基金で、ございます。そして、その結果ですね、いわば被災地のために使われていないという事態が、起こっているわけで、ございますが、その上においてですね、我々は、これはすでに執行中のものはありますよ。しかし、それは、厳正な運用をしていくことが、極めて重要でありますから、今、私が総理大臣として、そして稲田大臣とですね、またあるいは、財務大臣がですね、しっかりとこれは協議をしながら、復興大臣ともですね、協議をしながら、適切なこれは執行をしていくということを申し上げているわけでありますから、これは極めて、私は重い意味があるというふうに理解をしていただきたいと思いますし、そもそも我々もそういうふうに、そもそも考えていたわけで、ございます。そのことは、申し上げておきたいと、ことになります。はい、蓮舫さん。稲田大臣、厳正な運用を行っているということですが、執行停止をした事例はありますか。森国務大臣。稲田国務大臣、ごめんなさい。私、委員の質問を聞きながらですね、委員が民主党政権下の予算を批判されている、そしてまた自民党でいいものは引き継ぐんだという姿勢で行ってきたということをおっしゃいました。私もですね、この行革に関しては、民主党政権でなさっていた良きものは引き継いでおります。例えば行政事業レビューですね、これは基金が対象になってなかったんです。それを今回、やはりこの復興予算の流用の問題などがありましたので、基金も行政事業レビューの対象にして、きちんと検証していきたい、見守って、きちんとですね、監視をしていきたいというふうに思っております。はい、蓮舫さん。稲田大臣がおっしゃっているのは私分かってます。行政事業レビューで基金レビューシートを作っていくのは、それが実際できるのは夏以降なんですね、今年の。で、今実際、まだこの溜まっている1兆円が使われてるんです。全国で使われてるんです。被災地に本来絞り込まなければいけないものが、全国で使われてるものがあるから、まず執行停止して、少なくとも基金シートを作るのであれば、その間は止めなきゃダメなんじゃないですか、ということを私は伺ってるんです。はい、稲田行革担当大臣。私は行政事業レビュー、無駄の排除というのはですね、基本的に事後チェックだと思っております。そして民主党政権下で、この復興予算について、委員がですね、委員会で質問をされて、10項目について見直しを主張されて、そして執行停止になったものもございます。それを受けて、私も行政事業レビューの中で、基金の支出についてはきちんと監視をしていく、これが私の役目だと思っております。はい、蓮舫さん。それも役目ですけど、今現在、無駄な支出と批判されるものがあったら、それを止めるのも行政改革の仕事じゃないですか。はい、稲田国務大臣。
11月の、復興の予算のですね、についての閣議決定をされて、それを安倍政権でも引き継いだ形で1月に閣議決定をいたしております。それに基づいて、各府省がどのように使っているかは、各府省が説明をすべきことだと私は思います。はい。蓮舫さん。各府省が見てて、それで全て執行が適正だかどうかというのは、常にダブルチェックで私は行政改革で行っていくものだと思っているんです。で、先ほど来おっしゃっている基金シートもそうなんですけども、今私がこうやって改めて反省を込めながら、実際溜まっているお金もあるという部分で、止めてくれということを先ほど来お願いをしているんですが、それはなかなか止めていただけない。じゃあちょっとお伺いしますが、基金シートを作るときに、その基金シートは、基金の執行状態を見て、何に寄与するんでしょうか。稲田国務大臣。なぜ今回、行政事業レビューの中に基金シートを作ったかといいますと、先ほど来、委員もご指摘のとおり、基金はですね、支出をされたときだけ、行政事業レビューの対象になります。そして、それ以降については、その基金からどのように支払われているか、支出先がどうであるか、何であるかということが、今までブラックボックスになって、見えなかったわけです。それを、これからはですね、基金シートを作って、きちんとその基金から、どのように支出され、支払われているかということを、明確化、透明化、そしてそれを公開するということでございます。はい、蓮舫さん。ぜひその先までもう一歩踏み込んでいただきたいんです。つまり、行政事業レビューシートは、予算を執行した公務員責任者が、自分が執行した予算が決算ベースで、適切に使われたかどうか外部の目を入れて、で、仕分けるわけですね。で、その結果が来年度予算案に反映をされます。だけども、基金というのは、一度出してしまったら、それを取り戻すのは相手の合意がないとダメなんです。そこに無駄があって、埋蔵金があって、あるいは運用益でその法人が食べているというような、疑義の目が向けられても、その予算を執行した担当者は、そこにあるものを召し上げることはできないし、来年度予算に反映することも、実はその基金はいじれませんから、できないんですね。なんか、ここにもう一歩踏み込んで、この基金の中の溜まっているものをどうやったら取り戻すことができるのか。需要がない事業をどうやったら執行停止にして国庫納付をすることができるのか、そこまで踏み込まないと、実は行政改革にならないんですが、それはやっていただけますでしょうか。違う、稲田さんです。はい、稲田国務大臣、今の質問は稲田さん、どうぞお答えください。はい、私は本当に民主党政権で始められたこの行政事業レビューシートを全部霞が関に統一の書式にされた、非常に有意義だと思います。その上で、基金がなかったので、今回基金シートを作って、それから以降を明確化にするということを始めました。今、委員がいろんなことをご指摘をされました。私は、まずこれでやってですね、まずその先が透明化されることだけでもですね、私は非常に効果があると思います。その上で改善すべき点があれば改善をしてまいりたいと思っております。はい、蓮舫さん。ありがとうございます。ぜひ改善していただきたいと思います。それともう一つ、行革担当大臣に議論をさせていただきたいんですが、我々の時代、これは自民党の時にも無駄撲滅でおやりになられたものを引き継いで、公営法人改革を進めてきました。人や物や権限や金が流れていて、それが政官業の癒着の温床になっているんじゃないか、公益法人、それは理解ができないから、これは洗ってきました、ずいぶん進んできたと思います、引き続きチェックをしていただきたいんですが、実は私が手をつけられなかったのは、NPO 法人です。これはなかなか公益法人は現れると、そうするとなかなかお金の使い方が難しくなると、移転をするんではないのかなと思えるものがあると思っていたときに、政権交代をしましたので、ぜひ考えを共有していただいたら引き継いでいただきたいんですが、次の最後のフリップなんですが、まだいいです、まだいいです。復興予算の補助が直接団体に渡されるんではなくて、
ある NPO 法人を迂回をする。で、その法人の人件費など中間経費が法人に中抜きされているのではないかと思えるような事例がありました。復興増税で作られたこれも基金、漁業、養殖業復興支援事業、一つの法人に924億の基金が造成をされました。執行率は 29%、 使われていない650億はこの法人にたまっています。この NPO 法人はどんな法人でしょうか。はい、農林水産省、本川和義水産庁長官。この特定非営利法人につきましては、水産業漁村活性化推進機構という法人でございます。漁業者、漁業関係団体などの連携と協力によって水産業の発展及び漁船活性化のための事業を行うことで、広く一般国民に対して水産資源の税的な利用確保をしつつ、安全安心の水産物の供給を確保する、こういったことを目的としている法人でございます。この法人がやっております事業につきまして、今ご指摘ございましたが、これは養殖業の復興を図るために、初年度に関連経費をすべて事前に前お渡しをして、それでとにかく養殖業を再開していただく。でそれで2年目もお渡しをして、そうこうするうちに1年目のその経費が入ってまいりますので、それをお返しをいただいてという形で支援をしていく事業でございます。年度をまたがってそういう形で運用していきますし、年度をまたぐ運用もございますので、基金的な運用をしているということでございます。それをこの法人に管理をしていただいているということでございます。はい、蓮舫さん。はい、目的はよく理解できますし、漁業を、支援していく、養殖業も支援していくということは否定はしていません。ただこの法人を調べると財務状況は 99.9% から9が国からの補助金収入です。つまり国からの補助金がないと立ってられない NPO 法人です。で、法人の役員、正会員はすべて国が法人から預かった補助金の助成を受ける団体で構成されています。直接国から、あるいは都道府県から補助を受ければいいものを、なぜか法人を通す、これなぜ法人を通す必要があるんでしょうか。はい、水産庁長官。この事業に関して言いますれば、今申し上げましたように基金的な運用をしないとなかなか養殖業の被災地の養殖業者の方々の復旧が進まないのではないかということで、基金的な運用をするということにしたものであります。そのような基金を国が持つことはできませんので、何か民間に置かなければいけないと。その時にどういう法人に置くかということを考えた場合に、先ほど来出ておりましたが、公益法人改革もございまして、公益法人を過度に利用するわけには参らない。そういうことで、これらの方々がそういう補助金を執行する、そういう仲立ちをするために作られておったこの特定非営利法人に対して、執行するということにしたものでございます。はい、蓮舫さん。国に危険は置きませんけど、都道府県には置けますよね。なぜ都道府県ではなかったんでしょうか。はい、水産庁長官。もともとは儲かる漁業支援事業ということでスタートして、その基金をここで管理していただいておりますが、この場合には国が許可をする指定漁業というのが対象として非常に多くございますので、個々の都道府県で基金を管理するということは非効率であるということで、全国一本の基金を置きました。それからこの儲かる養殖業、頑張る養殖業につきましては、被災地の都道府県が、県がですね、非常に事務的にパンクをしておるといったようなこともありまして、都道府県に基金を置くという選択肢も考えたようでありますが、やはりそこは都道府県に基金を置きますとなら計画作りだとか、そういうことが進まないのではないかということで、この法人を活用したということでございます。はい、蓮舫さん。法人の収支報告書を見ると、業界団体の理事らで構成する6人の役員報酬とか、あるいはその賃、いわゆる間接経費はそんなに法外に高いものではないんです、この NPO 法人は。ただよく見るとですね、国から執行されている補助金が、これは23年度国庫補助資金収入年間を通じて約1000億で、その中から管理費収入として人件費や一般管理費、あるいはその、中間管理費が1億4000億抜かれている。緑の部分は復興事業です。復興事業も818億国からここに基金として預けられているんですが、その中から運営費と人件費が 1.3 億法人に入っている。
これ実際に法人が自分たちの法人を維持するために抜いているのか、それとも事業費として使っているのかが、実は情報公開がまだ不透明で不明朗だから、そこまで調査をすることが現段階ではできません。そこで稲田大臣にこれ考えを聞かせていただきたいんですが、税金がこういうふうな被災地、あるいは国民のためにちゃんと使われている。基金を置く場所がないから、この法人に運用を委託したという役人側の説明なんですが、その使われ方が法人を維持するために、中抜きされているという疑義が生じない、させないために、NPO 法人も私は行政改革で、一度全部、こういうお金の流れ、権限のあり方、見直していただきたいと考えているんですが、それはいかがでしょうか。はい、稲田国行革担当大臣。まずは行政事業レビュー基金シートなどを通じてですね、国の予算、また大切な国民の税金が無駄なく使われているかどうかというところを、まあ、NPO 法人、今ご指摘いただきましたけれども、そういう支出先も含めてきちんとチェックをしてまいりたいし、もし必要があれば、まあ、NPO 法人の、まあ、所管は甘利大臣でございますけれども、必要があれば対応も考えてまいりたいと思っております。はい、蓮舫さん。甘利大臣、私は登録していないので、今、ご答弁はいただけないんですけども、今、聞いておられたと思いますので、ぜひ稲田大臣とこの NPO 法人も洗っていただくためのその努力をしていただきたいと思います。その上で安倍総理、安倍総理、これからの話でやっていくという仕組み作りは私は理解しています。ただ、今あるものが無駄に流れないための努力もしていただきたいんです。景気を良くする、経済を良くする、そしてこの国を活性化して税収を上げていく。けれども財政規律という姿が、残念ながら安倍内閣では私はまだ見えてきていません。国会議員の定数削減、ゼロ増5減、いろいろあります。ゼロ増5減、私個人的にはこれは絶対やらなきゃいけないと思いますが、去年の野田さんとの党首討論でお約束をしたのは、あの時民主党は80削減する法案を出していました。夏に出したけれども自民党がこれは審議に乗っていただけなかった。それどころか自民党が当時出したゼロ増5減の案を参議院では審議拒否してされました。だからこそ野田さんは解散権を持って国家公務員の定数削減をしよう。社会保障を維持するためにも、消費税を上げるご理解をいただくためにも、これは約束をしていただきたいと言ったものが、いつの間にかゼロ増5減で矮小化されている。これも私は前向きではないと思っている。あるいは社会保障と税の一体改革3党合意をした社会保障、年金、介護、医療、抜本改革をして国民会議に挙げて法律を改正しなければいけないのはこの夏までです。残念ながらその法案が提案される気配すらない。今言った溜まっていこうとしている埋蔵金がある。それを執行停止をしていただけない。国会議員の定数削減、社会保障の改革、今やらなければいけない姿が見えないんですが、これはやっていただけるんでしょうか。はい、安倍総理大臣。先ほど、基金のお金についてでございますが、その執行についてもですね、これは民主党政権時代に作った負の遺産ではございますが、まだ、安倍政権できて4回月でございますので、その間にですね、直ちに執行というものはございませんが、そもそも、執行停止はですね、しておりませんが、そもそもですね、こうしたものについては、そうした執行停止等も含めてですね、対応していこうということは我々はすでに考えていたことでございますし、また、先ほど稲田大臣から答弁をいたしましたように、この基金のシートということについてですね、そうした基金の人についてもしっかりとやっていくということになりましたから、これは財務大臣とまた稲田大臣、あるいはまた復興大臣もそうなんですが、甘利大臣も含めてですね、しっかりと対応していきたいと思います。そして、ゼロ増5減についてでありますが、このゼロ増5減については、そもそも、昨年、谷垣、当時の総裁と、そして、野田総理とのですね、党首討論において、まずはですね、この、一票の格差是正を優先しようということに、なったわけでありまして、で我々としては、ゼロ増5減を、早く成立をさせようという努力をしていたわけでございますが、それがなかなか成立をしなかったのは残念なことでございます。そして、私と野田当時の総理とのですね、党首討論によって、ゼロ増5減について、合意がなって、成立をいたしました。
そしてそれを受けて、まあ、今回、区割りが、区割り審においてですね、区割り等が決まって、関連の法案が出てまいりましたから、衆議院で先般、成立をしたところでございますので、参議院においてもですね、まあ、速やかにこれ、議論をしていただいて、結果を出していただきたいと思います。と同時にですね、我々定数削減については、30議席を削減をするという案をすでに作っておりまして、これは自民党と公明党、与党では一致をしているわけでございますので、ぜひこの案を中心にご議論をいただければと、このように思っているところでございます。はい、蓮舫さん。ゼロ増5減だけで終わりではなくて、われわれも80削減を出しているので、それしっかり支持していただいて、これだけで終わらないということは、引き続き追い続けていきたいと思います。あるいは今、執行停止をしていくと言いましたけれども、今なお執行されている埋蔵金があるのであれば、私はこれ、引き続き追いかけていきたいと考えています。その上で最後の質問なんですが、森雅子大臣に伺います。4月11日の参議院消費者問題に関する特別委員会で、民主党の金子陽一議員の質問に対し、平成19年に当選してから今日まで、ご指摘の平成21年以前に、前の年の平成20年に献金を受けておりますと、自分の公設秘書から大臣が代表を務める自由民主党福島県参議院選挙区第4支部への献金があったと認め、それはもちろんすぐお見せしますと、収支報告書の提出を約束されました。2週間が経過しますが、まだ提出されていません。本委員会でも確認させてください。本委員会に大臣の初当選以降の政党支部の収支報告書をご提出ください。はい、森裕子法務大臣。まさか。蓮舫議員もご存知の通り、公設秘書から任意に寄付を受けることは合法でございます。今まで秘書給与のことで問題になったのは、合法に寄付を受けているのに、収支報告書に記載しない不記載が問題になっておりましたが、私は当選以来、有権者の皆様にお約束をしております通り、任意の合法な寄付を受けましたら、必ず収支報告書に記載をしております。6年間の議員生活の中で、当選2年目と3年目の一番苦しい時期に、私の秘書が任意に寄付をしていただきました。その後は寄付を受けておりませんが、その当時の寄付については、しっかりと収支報告書に記載をしております。この報告書については、提出をするということでお約束をいたしました。今、理事会にの協議になっておりまして、まだ理事会が開かれてないと伺っております。はい、蓮舫さん。本委員会の資料提出も要求しておきます。以上です。ありがとうございました。はい、それでは蓮舫さんの質疑は終了いたしました。